俳優の上木隆之介、30、が主演を務める NHK 連続テレ、小説、乱漫』ま月土曜前8.00、土曜は一週間ぶり返し、は14日から第20週、キレンゲショウマに入る。以下、たばれゆア朝ドラ通算108作目、日本植物学の父と、される、牧野富太郎をモデルに、江戸末期から和の激動の時代を生き抜き、明るく、 草花と向かい、会い続けた、主人公、牧野万太郎の人生を必殺し。脚本は NHK、流行感房、群青領域、旅やお帰りなど、手掛けた、注目の劇作家、おさだい氏。エ新木のドラ出演は2007年度前期、どんど晴れ以来16年ぶりに、目、初主演となる。男性主人公は20年度前期、A、久保田正隆以来3年ぶり。 自習予告。借金取り、六平、生が登場。田辺教授、金目順に、笑顔が戻る。末子、辺変身神は、植物学者、牧野万太郎ター、この種の、とと単価を切るようだ。SNS 上には、末子、うん、講談師みたい。自習予告の末子がカッコすぎて、今からすでに惚れそうだよ。ひさえちゃ、の単価がたまらない。 自習横クラストのお言ぶきちゃんのドヤ顔がもう可愛くて可愛く。借金取りはよろしくないけどなんだかワクワクする展開っぽい。おひさえちゃんの男前旅がま、ます、上がりそうなどと期待の声が上がった。